ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、秋季キャンプ終わりました。阪神、はい、はい、阪神、そうです、今日は阪神の岡田監督な、俺より1個上で、はい、疲れたと思うよ。久しぶりですもんね。久しぶりだし、精力的に動いてたな。そうですよね。自らね、あのショートに行って、はい、守備の練習を身振り手振り教えることも1回だけでしょ、はい、多分1回しか体持たない多分無理だったんですかね、1回まあまあ1回見せとくっていうのは大切なことだけどな、はい、あと馬場コーチもご熱心に守備の練習、まあ、しつこいぞあいつね、はい、朝起きて走ったりとかするんだよ。オタクみたいに走るんだよ、はい、ね、そうなんですよ。山口行った時に、うん、オープン戦で野犬かなんかに襲われて、はい、もうバー逃げて、まあ、体力あるんだよ。すごい、さすがですね、野生味あふれますね。そう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 、その、 あのしつこいというか練習をね、はい、厳しい馬場コーチにつきっきりで守備の伝授をされていたのが、はいはい、まずは佐藤輝明選手です、うん、ね、はい、おそらくね、ここまで鍛えられたっていうのは初めてなんじゃないかなって思うよ、うん、みっちりね、そのまあ守備だけではなくて、はい、バッティングもね、うん、でバッティングは岡田監督が猫パンチすんないって猫パンチ禁止令出ました、はい、パンいわゆる猫パンチ禁止令というのは、のは、はい、まあ、当てに行くなっていうことだよ、はい、もうとにかくお前は人並み外れたパワーがあるし飛ばす能力があるわけだから、うん、それを猫パンチみたいに結果だけを取りに行くなっていうことだよね、うん、だからそれは俺は大事なことだと思うし、はい、あ、さすが岡田さんだなと思ったよ、うんうん、打撃の面でも、まあ、猫パンチ禁止で、趣味の面でも馬場コーチにつきっきりで、そうだね、ブルドーザーでもう根こそぎ持っていけみたいなすごそうですね、もうそんな感じだと思うけどな。確かに、でもこの秋季キャンプで佐藤輝明選手は、はい、いい疲れ方というかいい練習がで すごいできたんじゃないですか。あ、絞れたと思うよ、はい、それとやっぱりこう考え方だよね、野球に対しての、はい、岡田監督っていうのはおそらくね、ツーポジションとかそういうことは全く考えてないと思うよ、はい、やっぱ一つのポジションちゃんとできないものがなんで二つできるんだっていうような、そういう発想の人だから、はい、まずは一つを丁寧にね、一つのところで一流になれっていう、うん、そういう教えをしてるはずだから、はい、おそらくね形作られたと思うこのキャンプで、うん、来季戦 こう形というか、はい、メンバーというか、はい、だからそういう意味ではもう里輝サード、はい、大山ファーストっていうね、うん、これを2つの巨頭をね、はい、軸に、うん、まあ、センターラインを作り、はい、まあ、そういうことだと思うよ。そうですよね、そういうところで言えばショートが小畑選手と木浪選手がやってびっちりされてたと。いいね、このあたりはこのね、小畑はねセンス抜群なんだよ、はい、まあ、あのすごく動きもいいしね、フットワークもいいし、うん、木浪が努力家なんだよ、うん、で木浪はね今年でもずっと使われないのに一人黙々とやる、まあ、姿をね見かけて俺に教えてくれた人がいるんだけども、はい、キラミはね本当に努力家だし、うん、こういう人間と競り合わせてるっていうのは多分いいショートになってくると思うよ、小畑は。キラミが使われないということではない よ、 そうですよ、ね、うん、もうすぐ抜くから、はい、でもねその努力っていうのは無駄には絶対になってないから。岡田監督はこういうところも見てたんですかね、解説の時から見てるか、はい、やっぱりそういうものってにじみ出てくるもんなんだよ。うん、1本のノック1本のヒット、はい、そういうものからにじみ出るよ、うん、出るし岡田監督もこう解説者としてね、はい、まあ、バックネット裏からそういう姿も見てるだろうし、だからああいい人選をショートに持ってったなって思うよね。でやっぱりその木浪選手ね、今年なかなか使われなくて、でもそうやって地道に頑張ってて練習で、例えばあと木浪選手もそうですし板山選手もあの今回呼ばれていると。まあ板山はバッティングいいからね、はい、バッティングはそこそこいいよ、うん、うん、だから経験、はい、そういったチャンスを与えると俺は出してくると思うけどね。ということは岡田監督来シーズンこの木浪選手板山選手あたりもやっぱり一軍で使ってやっぱり行きたいな。あ、もちろんもちろん、うん、もう木浪なんかは絶対もう一軍にずっと置いておくと思う。あ、で小畑選手と競わせるっていう、ね、まあ木浪も使えるしね、はい、うん、でセカンドですけれども、セカンドでは中野選手と渡辺亮選手、もう何の心配もいらないね、この2人です。あ、まあ守備が心配だけどさ、はい、中野選手両方ともな、はい、両方とも守備が下手下手なんだよ。まあ中野は下手ではないけども、はい、時々スローイングのミスがあったんだよね、うん、
で、取るミスっていうよりもスローイングミスが多くてさ、はい、でもセカンドに行くことによってそのミスも軽減されると思うし、はい、だからもともと守備範囲もあるしね、うん、だから中野の場合は心配してる、はい、ただその渡辺亮っていうのが、うん、まあ、セカンドに今度日本ハムから来て、うん、まあ、人工芝で楽して取ってたから、うん、量がね、はい、だからまあここら辺で土のグラウンドで本拠地ね、うん、まあ、そこら辺で守備で足を引っ張らなければいいなって。もうこれはね、速いピッチャーにはもう特別強いから、渡辺亮選手、いや本当強いから、だからいろんなタイプの違う、そうですね、うん、選手が揃ったということでね、セカンドにはね、楽しみですよね。楽しみ楽しみで、楽しみといえばやはり前川選手、これはね、バッティングは素晴らしいよ。お、もうどうですか、実際に。いや、もう高校の時見てから、はい、あ、この子どこ行くんだって、阪神が取ったって、はい、で阪神取ってすぐのインタビューを聞いた、ね、あ、この子は人間的にもしっかりしてる、これは出てくると思った。お、そうだったんですね。ただスローイングが悪いらしいな、ちょっと。あ、なんか今回タオルを使ってライトの守備位置でシャドースローをしてたようなんです、うん、これはどういう意味。いや、だからその腕をしっかり正しく振らないとこうタオルって振れないから、はい、だからそういう練習もしてたんだと思うし、うん、まあ、実際投げるよりも負荷かかんないから、はい、だからまあ何回もこう繰り返し教えるという、まあ、岡田さんらしい細かいな、もう徹底して基礎からやって、徹底してやらしてんな、はい、でライトでそういうふうにやってたっていうことは、じゃあやっぱライトで、いや、それスタメンで使うかどうかはまだわからないけどもね、あ、まあ、だけどチャンスはあるよっていうことは匂わしてるんじゃない。うん、うん、それから井上康太選手、あ、なんで出てこないのかな、ね、素晴らしいけどね、はい、これまさしく猫パンチになってたからね。あ、そうだったんですね。もうスケールがめちゃくちゃでかいのに、ね、昨年のキャンプの時からフリーバッティング見た時に、はい、猫パンチどころじゃないよ。どうでした？なんか短足の猫って言うじゃん。あれなんていうやつかな？マンチカンかな？あ、今いますね。いるやつ。あんな猫パンチだもん。手伸びないんだもん。マンチカン。まだね、佐藤輝明はね、はい、手が伸びるの。もうちょっとミキ猫ですね。の猫パンチなんだけど、はい、井上なんかもなんかマンチカンみたいなこの短足のさ、こんな感じだったから。当たらない。いや当たるんだよ、当たるけど、はい、もっとスケールの大きい選手なんだよ、はい、ものすごくスケール感がある選手なんだよ、うん、だからなんか結果を求めて小さく小さくセンターの方に行って、そんな選手はたくさんいるよって、はい、井上よとね、違う、お前は甲子園で30発打てるぐらいの能力のある選手なんだよ、はい、だから俺が考えてるのは、うん、俺が考えてるとは偉そうに言うわけじゃない、はい、佐藤輝明と井上でこれ70発、80発コンビなんだよ。40-40なんですね。あ、ぐらいのスケール感がある選手なんだよ、はい、だから多分岡田監督もマンチカンパンチはやめろみたいな、もう禁止出てますね、きっと多分出てるはずなんだよ。だから俺は井上にものすごい期待をしてるんだよ。あ、そうなんですね。言えば里輝よりも井上の方を期待してるという。じゃあそのね、また元に戻して、そのスケールの大きな感じで育ってほしい。なんでああなっちゃったかなと思うぐらい、なんかスケール感がなくなっちゃったんだよ。まあいろんなコーチ陣、前のコーチ陣の中で、いや、だからやっぱりね、コーチ陣というより自分が出たい、ゲームに出たいっていうそういう焦りから、やっぱ確率を求めに行ったんじゃない。そうじゃない、確率求めなくても、はい、センスからすると確率は慣れれば上がってくるから、うん、そんな小さなこと考えるんだってぐらいの選手なんだよ。すごい、もう大好きな選手だから。岡田監督はやっぱりじゃあこの井上大好きだと。あ、選手右だし。あ、そうなんだ。岡田監督は大体右が好きだから。はい、じゃあ、いや、甲子園で対戦するのは右しかいないって思うぐらい、岡田監督はやっぱ甲子園では右打者だって思ってるはず。じゃあ井上選手、前川選手、本当に期待を寄せてる選手。あの前川は左だけど、ね、あ、左ですけど、いや、だけど、いや、期待してると思うね。あの秋のキャンプでだからね、指導してるって、近本一番入ってくる、はい、他のメンバーがずらっと並ぶ、うん、これね、優勝するよ、本当に。岡田、阪神、来季優勝ある。いや、合う、十分あると思うよ、俺は。これじゃあ、湯川さん、今の構想でいくと、来季岡田監督スタメンどういう風に組んでくると思います？いや、一番近本でしょ、はい、まあ、普通でいけば2番中野、はい、で3番佐藤、はい、あ、左が全部並ぶな、まあ、4番に俺大山持ってくんじゃないかなと思うんだけど、本来
ならじゃあ井上選手に3番とか。だから岡田監督もね、いい加減なこと会見でね、はい、里輝を4番にみたいな、はい、多分やめてると思うよ今。あ、今もうやめてる。だって猫パンチの4番なんか怖くないだろ。全然怖くないです。そうだろ、はい、だから猫パンチじゃなくなったら4番かもわかんないけど、はい、だけどやっぱり今のところ現時点では岡田監督の頭の中では大山を4番っていうふうに思ってんじゃないのかなって思うよね。じゃあ3番は佐藤輝明。佐藤輝明、まあ近本中野っていうのは左対左あんまり関係ないからね。うん、だからまあ3枚左を並べるかもわかんないけど、はい、で大山とか、うん、あと外国人取ってくるかもっていうのが、外国人も取ってくると思うよ、はい、そうするとまあ5番あたりとかになってくるんですか。そうだよ、そしたら右って並ぶかもわかんないけど、まあ、はい、だから里輝を5番にして、うん、右の外国人を3番でもいいよ、はい、足が使えるんだったらね、はい、だからまあそういうこと考えると、うん、いや楽しみだよ、井上がどのぐらい成長してるっていうのも楽しみだし、そうですよね、前川っていうのも楽しみだし、はい、うん、小畑がショートでどのぐらいやるのか、はい、で木浪が、はい、いやいや小畑君待ってください、僕の方が努力はしてますからみたいな感じで来るかもか。そうですよね、いやいや本当に中野さん、ちょっと渡辺亮があんた速いボール打てないから私に任せなさいって来るのか、来るのか、いろいろなこうバラエティに富んだ選手がたくさん並ぶんだ。新しい阪神ですね。まあそうだな、まあ、新しいっちゃ新しいけども、はい、だけどなんていうの、その能力を、まあ、100あったら今まではみんながね 80% ぐらいでやってたと思うんだよ。70から80の間、はい、なんかこうネグパンチじゃないけど、結果結果みたいな、そうじゃなくて大きく育って大きくものを考えた中の100の中の100でやるみたいな、うん、はい、そんな感じだよ、まあ、小さいことにこだわんなみたいな、うん、その代わり守りは小さいことにこだわるみたいな。そうですね、うん、だからすごくね、今からだけど阪神の野球見てみたいなと思うよ。そうですね、もうそれを秋季キャンプから感じたっていうことですね。いや感じる感じる。そうですね、でやっぱり着目がいいよね、うん、まずはやっぱり守備を徹底させてっていうさ、はい、で、まあ、佐藤を小さくなるところをもういい時期に監督変わったかもわかんないよ、うん、岡田監督に、はい、もっと大きく振れみたいな、うん、ほんなんお前空振り上げるんだけどレベルにちょっと変えてるんでしょ、ちょっとそれが心配だけどね。あ、やっぱバットの軌道ってなかなか変わらないからさ、はい、だからまあそこら辺がちょっと心配なんだけど、だけどちょっとアッパーすぎるからもう少しレベルを意識しろみたいなこと言われてるんでしょ、はい、だからまあそれが身についてくるとやっぱアベレージも良くなるだろうし、うん、わ楽しみしかないなみたいな。そうですね、でもその中、うん、ちょっと糸原選手はこの秋季キャンプに参加していないと、うん、まあ、大体参加してない人間は他の球団から言うと出てる球団が多いからね、はい、あれトレードになっちゃったみたいな。あの中日も阿部選手や京都選手、うん、あのキャンプ参加してなかったので、まあね、まあ、年齢的なこともあるし若手をより強化をし、はい、若手をたくさん見たいっていうところで、うん、まあ、糸原はもうずっと見てるわけじゃない、はい、だからまあ糸原の力量は分かってるから、うん、まあ、別に来なくてもいい、うん、ただ若手をその分一枠、はい、じゃああいつを連れてこいみたいな、あちょっと見ておこうみたいな、はい、だから糸原がまあ阪神に残るんだったら一軍のベンチは外れないよ、そこはやっぱり、ね、うん、実力者だからさ、はい、まあ、だけどあのトレードっていう可能性もあるしね、うんうん、はい、ただキャンプで連れてこないっていうのは若手をより見たいということで、うん、まあ、置いてきたという、うん、だからね、まあ、コーチも変わり、はい、いろんな選手をこう見、いろんなところを見たと思うけども、うん、試しながらね、はい、いやこれはやっぱこう楽しみだな。そうですよね、うん、でやっぱ次またチーム全体としてのこういった練習が見られるのってのはもう春のキャンプまでないわけなので、そうだよ、さあ春のキャンプね、またどうなるのか、熾烈な内野手争いもそうですし、ああ、はい、岡田監督やるなって思うよ。いや楽しみでしかない、いや楽しみだよ、うん、やっぱね厳しいもん、うん、そうです、ね、できなかったら反復練習とことんやらすから、うん、これができなきゃもう使えないよっていうようなラインを引いてるからね岡田監督は、うん、だからこれを超えてこいみたいな。だからこのオフだよ、12月入ってから、はい、まあ選手は自由になるじゃん、その期間にその2月から始まるキャンプのこう下地を作っとくかどうか、はい、ここだよ、そこですね、もうそこはもう個々にかかってきますね、かかってくる、優勝したいんだったらやりなさい、はい、ね。